ここだよ。ここなんの？うん。上がそうじゃん、安全に。でもなんか人もそんなにいないかな、ね、今日は朝ごはんにスターバックスに行こうと思います。スターバックス、ミアンスタブロック、すごいね、斬新だね、ビルの上にね、公園ができてる、すごガソリンスタンドがモチーフね。どこで食べるの？でも今日から新しくトマトチキン出てて、はい、定番店とかも食べる。なるほど、いろいろあるので、はい、ありがとうございます。これ、うん、あ、こいつじゃない。あ、そうだ、これ欲しいよね。むき出し晒し物ね。これ僕が大好きね。はい、ベリーベリーレアチーズフラペチーノだって。かわいい。今日から発売。もうクリスマスかな。でも絶対寒いかも、寒いからこれジョイフルメドレーティーだって。なんか去年店員さんに教えてもらったんだけど、めちゃめちゃ美味しかった。これかわいいね。え、超かわいい、ね、しかも見てツルツルなんだけど、すごい。音楽もホリデーだったよね。うん、クリスマスだった、うん、はい、買おう。あったかい、ほい。あとこれすごいね、それ温めてくれんだね。こういうのなんか店の中では皿に乗っけて出てくるの分かるけど、なんだっけ、これ石窯カルクートス、パン、石窯拾うね。いただきます。ドリンクカード、うん、うまい、うん。これ本当に美味しいかも。レアチーズ、レアチーズケーキ飲んでる。へえ。ちょっともらっていい？美味しいよ。超レアチーズケーキ。そしてヘリコプター。いただきます。なんかね、これ美味しい。うん、危ない。これで480円は安いね、うん、なんか去年とかも行ってて、店員さんにホリデーチキン美味しいですよって言われたのに今年ないんだって。へえ。なんかチキンの披露宴が出てたんだけど、あれじゃないの、持ち手付きのチキンじゃない、チキン美味しいですよ、限定の KFC や、うん、渋谷って思いんくない、ね、まあね、袋も可愛い、ほらおしゃれ。なんかこっち見てるとあんまり渋谷って感じしない、でも後ろ振り返るとあのタワーレコード見るとめっちゃ渋谷って感じ。
朝パツいいね、たまにも早く起きてね、うん、かもだって今何時、まだ10時前。そうだよ、10時前からこんな、でも初めてかもしれない、こんな新商品の発売日初日の朝にあれこれ言ったっけ、フードも全部新商品のやつ今日買ったって。そうかな、うん、これは僕が好きなやつ、わかるかなみんな、とかやってて落としたらいいやばい、クランベリープリズバーだ、これもね去年店員さんに教えてもらったんだ。これなんかでもなんか毎年出てるイメージがあるけど去年かな、うん、毎年出てるって言ってた、うん、なんかクリームチーズとクランベリーがめっちゃ合うんだよね、でなんかコーヒーって飲んだ時でなんかちょっとシナモン的なに香りが、うん、スパイシーな感じがして、うん、めっちゃ美味しいよね、うまい、美味しい、なんだよ、こそミルクウーロン茶の味がするなんて言ったらいいの、語彙力の薄さ全然美味しそうじゃない、ミルクウーロン茶でも、ウーロン茶ってミルクと合うんだなと思うもん、本当に、はい、表現してください、なんか、うん、中国茶で作るミルクティーって感じ、こと、まあ、いい感じだね、暖かい日が差してきてね、温めちゃったごめん温めちゃった大丈夫だな、早く出せごめん帰りにもう一個買うから、そして大丈夫です、ここにね、あのソースつけてごめんちっちゃい子じゃないんだからあ、本当だ美味しかったー、うん、ちびっちびっうん、かわいい、ということで、ということで今日は、今日はスターバックス新商品初日の朝活を二人でしてみたでした、飲んでみてね、バイバーイ、バイバーイ元気だってうるさいんだもん